皆さんこんにちは、スワイプー。はい、はい、松岡優作です。皆さんこんにちは、スワイプー。どうも、内田優馬です。はい、いやー、ガンガン GA の最新情報をお届けする番組、うん、こちらの番組、うん、松岡と内田のガンガン GA チャンネル、イエーイ、スタート。イエーイ、またこの時がやってきましたよ。いや、帰ってきましたよ。7月以来です、よしすぐさん。本当にね、あっという間に夏から冬になり、か、僕らの格好もあったかい格好になってますよ、うん、ほら見てください。もう本当だよ、もう季節ですよ。このね、見て、ファンキーサンタ。そう、ファンキーサンタ。シャン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 って鈴のじゃなくて、なくてファンキーサンタが来たぞ。ファンキーサンタ絶対名物になるね。気づきたくねえな、その夜中に。まあ、この目の前にチキンも用意してもらってますから。あら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 、食べましょう食べましょう。どうぞどうぞ。クリスマスだしね。うん、おいしい、おいしい、すごいおいしい。これ、はい、いただきます。これ確か前回も食べさせていただいたんですよ、ね、それですね。同じ唐揚げです。うん、どうですか、吉久さん。あのね、はい、頭の中にね、はいはい、鳥が見えるわ。どういうこと。どういうことなんですか。鳥がね、うん、今ね、草原をね、うん、走り回ってる。あ、今いい感じ。いい感じ今。みんなね、はい、あの、自分たちは飛べるって思って、はいはい、崖の上からね、はい、ずっと崖に向かってね、うん、はい、あの、羽ばたこうとしてる。でもね、そのね、先にね、はい、油の海が。バーッ。はい。ぽっちゃ。ジュワー。でもそうやってチキンは我々の手元に来るんで、ね。そうですね。こういうファンキーサンタが運んできてくれるわけですよ。そうそうそう。まあ、中で、うん、クリスマスですか、なんか。そう、年末12月、ね、振り返る話でもしましょうよ。そうね、2016年。うん、いや、僕毎年言ってるんだけど、うん、毎年毎年ね、なんかね、ハードルが上がってってる気がするんだ。そう、ハードルと言いますと、その求められるものであったりとか、はいはいはい、だから本当にね、今年は、まあ、作品であったりね、うんうんうん、うん、なんかもう自分のね、また開けられてない扉を作品で開けていただいた激動の1年だ、はいはい、おー、うん、今までにない新生松岡です。ぐ本当にきつかったとか、うん、これはやばかったなみたいなのあります。もう本当に何をやっていいかわからない現場が1個あって、うん、おー、まあ、脳が震える震える言ってたんだけど、はい、うん、脳が震える現場。そう、脳が震える現場で、はいはいはい、うん、あれはね、本当やばかったな。おお、もう久々に現場行くのがね、怖くなった、はい。へえ、うん、もう結構吉純さんも大先輩ですけど、うん、僕からすると。それでも、それでも最近その現場を経験してから、うん、はい、なんかね、ある意味現場が楽しく感じてきたというか。お、逆に、逆に。あ、今でもその脳が震える現場続いてるんですか。そう、ずっと今脳が震えてる。吉純さん結構あの、脳震えますね今日。脳震える、うん、鳥にも震えさせられてますし、うん、かなり来てますね、うん、脳が。なるほどな。じゃあ今、まあ、新たな輸出具が誕生しているわけですね。そう、うわ、まあ、もう2016年年末だというのに、うん、2017年に向けての申請が始まっているという。さすがですね、輸出具さん。ユーマは僕ですね、僕はですね、うんうん、動くという字がですね、今年僕かなり動く、動く、どうです。動いた、かなり。あの、主役をやらせていただいたりとかっていう機会も初めていただいたりとか、うん、まあ、ダブル主人公っていうのは去年やらせていただいたんですけど、うん、まあ、ピンで主役みたいな、うん、今日初めてやらせていただいたりとか、テレビアニメで、うん、運動する機会っていうのが増えて、うん、まあ、あの、ダイエットとかもそうなんですけど、うん、毎日もうスクワットとかもそうですし、うん、あと何、あの、電車とか乗らなくなった、うん、歩くようになって、あー、もう、あ、確かに。そう、この間もさ、はい、打ち上げが終わった後さ、はい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 、あれ、こっから優馬って結構距離あるなって思って、はいはい、なんかタクシーちょっと乗ってく、はいはいはい、みたいな感じで思ったんだけど、はい、こっから歩きますって言うから、おお、こっから歩くって結構歩くなって思って。そういえば見送ったような記憶がありますね、うん、いや、もう平気で、もう今2駅3駅ぐらいは平気で歩きますよ。もうむしろ、あの、歩いて帰って走ってどっか行くみたいな、そういう感じですかね、うん、まあ、もうかなりすごいね、動き回ってます、楽しいですね、うん、で、来年はもっとさらに、あの、うん、それを生かして、まあ、体を作って、うん、
まあ、来年こうお仕事にも体をもっと使っていけるように、うん、もう活動する年にしたいなと。なるほど。今ためにためて、うん、作りまくって、うん、チャージして来年に持ち越したいなみたいな、そういう風に考えてますけどね。どうです、もう、うん、今年と来年はどうという、ね、年にしたいなと思ってますけれども、うん、まあ、はい、こんな感じで我々はすごくエネルギッシュな1年を送っていましたよと、はいはい、なのでね、このガンガン GA チャンネル最後ですから、うん、これもエネルギッシュにね、うん、締めくくってやろうじゃないかと。わかりました、お願いしますよ、すぐさん。それではそろそろオープニングページをめくりましょう。せーの、スワイプスワイプ。松岡と内田のガンガン GA チャンネル。松岡と内田のガンガン GA チャンネル。この番組はガンガン GA と漫画アップ、ご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。スクエアエニックスから最強漫画アプリ誕生。あの名作、話題の新作、総勢100タイトル以上が基本無料で毎日読める。君のスマホにエンタメアップ、漫画アップ、この冬配信。最大100話が無料で読めるリツイートキャンペーン実施中。お送りしています、松岡と内田のガンガン GA チャンネル。さて、はい、まずは僕たち宛に前回担当の茅野愛さんと金本久子さんからメッセージが届いているございます。あらららなので早速、うん、そちらをご覧ください。松岡くん、内田さん、スワイプスワイプ、元気元気みたいだね。きっと元気だね。半袖でやってる？うまく言えなかった。半袖でやってる？半袖でやってるみたい。半袖？半袖？元気そうかな。わからない。あ、ねえ、見てほしいものがあるの。そうだ。何ですか？何ですか？二人ともこれやりましたよね。嘘だ、何これ。私たち結構うまくできたと思いません？いや、これね、私のやつと愛ちゃんがやってくれました。ひーちゃんもすごかったの。全部で28個積みました。何だ、勝ったでしょ。勝ったよ。勝った。あなたたちには勝った。そうなの。余裕そうじゃないね。そんなことはどうでもいいんだけど、そうそう、私たちやってほしいことあるんだよね。そうそう、私たちの前が、うん、久保ちゃんとね、イカコシのチームだったんだけど、うん、その時に服で脱いでっていう、あ、声で脱いで、違う、服で脱いで、それはそれですごく難題。声で脱いでっていうお題があって、素で今間違えちゃった。そうだね、ランタちゃん脱いでないんだけど、うん、その服で脱いでを表現してくれっていうのがちょっと難しかったんだよ ね。私たちなりに精一杯やってみたんだけど、とても難しかったから、次にやる人たちにじゃあお願いしようと思ってね、うん、ちょっと勉強させていただけたらなと思って、うん、だからまさかちょっと男性が来るとは思わなかったんだけど、そうだね、でもきっとそういうの得意だと思うの。お、二人が何を言ってるの。ジョーカ君もユーマ君も、うん、きっと脱げると思うの。素敵な色気をね、そうそう、うん、だから二人ならではの声での脱ぎ方を私たちにこう、まあ、一つ役者の勉強として教えていただけたら、はい、嬉しいなって思うので、服でじゃない、はい、よろしく、なるほど、よろしくお願いします。びっくりした、びっくりした、びっくりした。頑張ってね、仲良くやってね。仲いいんだよね、きっと二人。ビデオレターだった感じね。はい、頑張って。なんか落ち着きながら変なこと言ってますよ、あの人たち。やばいよ。本当にあのひーさんと母さんは何やってんだろうね、本当に。ひーさんと母さん。母さんなんですね。うん、吉継さんの母さんです、ね。違う違う違う。なんか声で、そう、声で表現してほしいっていうことみたいですね。声で脱ぐ。声で脱ぐ。で脱ぐ？ああ、なるほどね。じゃあ脱ぎ。じゃあこれお互いにシチュエーションを何でもいいの、ね、はい？何でもいいです。何でもいいです。うん、じゃあなんか脱ぎましょう。脱ぎましょう。じゃあどうします？どっちから行きます？じゃあ自分から行くよ。あ、お、先輩、じゃあお願いします。はい、吉継さん、服で脱ぎます。服でじゃあね、声で脱ぐんだよ。あ、じゃあシチュエーションは、はい、シチュエーションが、シチュエーションはお風呂入る前ね。お風呂入る前、お風呂入る前。
どうしよう、情景説明するために SE とかも全部自分でやった方がいいんだけど、もうですね、もう音響監督松岡良嗣に全て一任します。分かった、じゃあ行きますね。ガタン、止めてなかった。ミッまだ下が脱げねえんだよ。下ってどうやって脱がんだ。そうかなんの音声なのこれね、何の音声なのね、何これ。いやー、結構きつめのスキニーパンツ履いてましたね。これやってみ、想像以上に難しい。マジでこれマジで、うん、じゃあ早替えみたいな時の、うん、ちょっとやりますね、うん、だっただっただった、あ、お疲れ様です、お疲れ様です、あ、脱ぎますね、わかりました。ちょっと待ってください、ボタン、後ろお願いします。ああ、ちょっと結構きつく縛っちゃってね。ああ、オッケーです。いきますね。ちょっとね、てんの男も取ってもらっていいですか。すみません。はい。ちょっと、戻りますか。大丈夫です。紐はね、先に。足ありがとうございます。すみません。ごめんなさい。大丈夫ですか。ごめんなさい。ちょっと動かしちゃった。ごめんなさい。いきます。はい、わかりました。はい。よし。よし、OK、左、うん、よし、よし、うん、なんか、はい、OK です、OK ですね。ズボン脱いでも大丈夫です、大丈夫です。靴、後で大丈夫です、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。よし、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 行きますね、行きますね、よし、よし、よし、何の行為をしてるの。すいません、引っ張って、はい、よいしょ、よいしょ、よし、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。あのさ、一つに自分で脱いでないよね。やっぱ早替えのだから。しかも後ろのボタンって何。いや、結んだりしてるかもしれないじゃん。もしかしたらこうパチ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 結びみたいなこう作りかもしれない。いや、これコルセットみたいなしてるの。男性なのに。いや、ちょっと恐ろしい話題、お題でしたね、これは。いや、思った以上に、思った以上にね、難易度が高い。高い。うん、今やれって言われると、うん、すげえ難しいっすね、これ。うん、自分たち声で表現しなきゃいけないけど、はい、あのね、何もない空間に何も生み出せない。それ、うん、それ、本当それ。なんかね、何かね、もう本当いろんなね、SE とかが欲しい。なんかザザーみたいな音があったら、うん、多分、あ、今脱いでるなみたいな感じ、うん、そうそうそう、するけど、うん、僕らがここで顔でいきなりさ、なんかやってもさ、もう絵がないからわからない。めっちゃ、まあ、ただもうあえいでる人にしか聞こえないの。ああ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 、それは完全にあえいでます。完全に触られてますからね、それは、うん、いや、もう本当に恐ろしいお題だわ。いや、さすがですね。あ、なんかもう一個あるらしいですよ、うん、もう一個メッセージあるらしいですよ。
メリークリスマス。ヤッフー。これやっぱすごいテンションで、こちらただいま、7月下旬夏なんですよ、まだ、はい、そのクリスマスの気持ちとかまだわからん。はい、このビデオレターを読んでいる頃、私たちは一体何をしているんでしょうか。松岡さん、元気ですかね。そう、ゆうまた、そう、元気ですか。元気ですか。元気だよ。昨日イベントで一緒だったら、あー、元気なさそうですね。元気ないのか。ごめん、いや、元気ないっていう。そういえば前回食らった仕打ち覚えてる。覚えてるよ、なんか、はい、おー、お近づいてない。されたら嫌でしょ。もうね、自分がされて嫌なことは人にしちゃダメなのよ。お母さんみたいなこと言ってる。お姉ちゃんどうした。見切れてんぞ、ね、お姉ちゃんはしゃいだってるね。たまに見切れてるね。楽しくなっちゃうね。そうそう、なんだよ、あんなことをさ、うん、そう、でもなんか順番が変わったのに、なんで私たちがまた送らなきゃいけないっていうか、そうなんだ。変色的にね、なぜか、うん、私たちは水瀬いのりちゃんと山下ななみちゃんに送り続けてれば、取ったの、取ったのよ、取ったのに、あっちはもう、うん、私たち今お酒入ってるからさ、そう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 、ちょっとゼリーで、そうちょっとスイーツに酔っているんですけど、あっちはもう完全に年下の後輩に絡むめんどくさい女上司みたいな感じになっちゃった。やだそう、どうやって絡んでいく、どうする、いいよ。え、まだ続いてんのかな、この無茶ぶりの波は。あ、どうなんだろうね。なんかいつの間にか終わってそうな気もするけど、ね、でもさ、いいじゃん、ここで無茶ぶり振り返そうよ。そうしよう。何が、何が男子って何が嫌なのかな。何が嫌なのかな。いいじゃない、同じ事務所なんだから。確かにだわ。何がいいかな。何がいい、何がいい。アイムエンタープライズのギリギリってどこ。どこだろう。どこだろう。面に向かってキス顔じゃない。身内しかいなかった、そういう。あ、ちょっと松岡くんだけにしてもらっていい。松岡ちゃん、いいじゃん、まえちゃん見なければいいよ。えぇ、ー、俺をって知ってればいいよ。いいか、これが、貴様らが私たちにしてきた仕打ちの報復である。ここに宣言する。今から5秒カウントしたら、画面に向かって2人はキス顔をしなさい。いいですか。余裕ですか。姉は見たくないそうだ。でも画面の向こうの皆様に向かって、自分が一番こう決まっていると思う世界で一番愛している人に向けてのキス顔を君たちは5秒後にカメラに向けなさい。うわ、ということで参ります。はい、行きますか。5、4、3、2、1。姉さん、本当にいいの？本当に俺これでいいの？いや、もうなんかみんないろんなことを考えるね、本当に。そう、もう本当天才ですね、皆さん、うん、本当に。というわけで、ここからは番組をご覧の皆さんからたくさんメッセージ届いておりますので、はい、ご紹介してまいりますよ。みなとさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。松岡さん、ゆうまさん、こんにちは。スワイプ。スワイプ。最近肌寒くなってきましたね。ね。僕はついつい温まりながらアイスを食べてしまいますと。あら。僕は、ついつい温まりながらアイスを食べてしまいます。すいません、2回言っちゃいました。大事なことだから。大事なこと、そう、大事なことだに。うん。で、松岡さんとゆうまさんは冬についついついやってしまうことはありますか。うん。それではお体にお気をつけてお仕事頑張ってください。ついついやってしまうことは食べることかな。でも食べること、うん、気がつくと、うん、本当に冬逆に食欲なくなるんだけど。え、マジですか。うん、うん、寒くなるとなんかあったかいものとか食べたくなりません。俺逆、うん、冷たいもの食べたくなる。うっそ。え、だって冷たいのって言ってもアイス、それこそアイスとかですか。いや、アイスは食べない。プロテイン用のシェーカーあるじゃん、はい、そこにあの氷をさ、はい、ガーって入れて、はい、で、お風呂入る前にこう水を入れとくのね、はいはい、うん、はいはい、で、レモン果汁を中にシュッって入れて、はいはい、で、シュッシュッシュッって水を置いて、で、お風呂入って、はい、お風呂上がりにそれを一気読みするっていう。うっ、あ、その時に窓を全開にするの。え、窓を全開にして、外の冷気を感じながら飲む。え、風呂入った後に。風呂入った後。あんた風邪ひくぞ。ごめん、俺ね、何やってんだよ。俺部屋あったかいと眠れねえんだ。いや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 。
マジっすか、うん、うわすごいことしますね。それがねほんと気持ちいい。え、マジですか、うん、もう窓なんか開けてたらもう僕もうダメですね。もうなんかもうだから本当にあの寝る部屋は、はい、あの大体いつもね外の気温と同じになってる。それもう、うん、外じゃん。もはや外じゃんそれ。まあでも風が入ってこないからさ、うん、あ風がねまだねまだいいですけどね、うん、まだ風吹いてないから。あじゃあその代わりに布団はすごくあったかくして寝るみたいな感じですか、うん、そう1枚あったかくしとけよ、ね、でも羽毛布団1枚だから。えあったかい、全然あったかいよ。本当ですか、うん、だから俺寝汗とかかきたくないの。あーまあまあまあわかりますわかります、うん、気持ち悪いね。全然かきたくないですよね、うん、だからそこで、うん、しかも寝るときは全裸って、うんうん、もうね本当に怒られてください吉田さん。幹部摩擦みたいなもんだって、うん、幹部絶対ちげえんだよな。絶対ちげえ、そんなわけねえんだよな。本当気をつけてくださいよ吉田さんマジで。大丈夫、うん、大丈夫。風邪ひいてないから。風邪ひいてないから、うん、まあそうですね、うん、風邪ひいてないならいいですけど、ユーマは僕ですか、うん、もう何の話だったっけな。ついついやっちゃうこと、やってしまうこと、うん、あ冬に外に歩きに行っちゃう。冬の方が冬の方が行っちゃいますね。なんかあの夏とかは暑くて逆に、うん、家出たくないんですけど、うん、冬はあの着込めばあったかいじゃないですか、うん、だから着込んで、うん、なんかこうあのちょっと枯れてる葉っぱとか見に行くのが好き。つい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 遠出しちゃうんですよ。わりかし、うん、遠くの方まで歩いていっちゃうから、うん、気がつくと、まあ、1時間2時間とか歩いちゃって、うん、帰ってこれないっていう。なんかあどういう状況なの。いやなんか楽しいんですよやっぱ冬の街を歩くのって、うんうん、そんな感じです僕は、はあ、冬場はね、うん、今も風邪ひかないようにね。いやそうですね、お互いにそうですね、うん、健康を大事にしましょう、うん、というわけで皆様たくさんのメッセージをありがとうございました。ございました。番組では引き続き皆様からのお便りを募集しておりますので、うんうん、どしどしとお寄せくださいませ。はい、お待ちしていまーす。ガンガンオンライン12月の最新刊は大人気ライトノベルのコミカライズ足立と島村1ハートヒートアイランドコメディ最新刊バラカモン14単行本限定のエピソードを40ページ以上収録犬神くんは詰んだけどバレてる2テレビアニメ放送目前スクールガールストライカーズコミックチャンネル4その他の新刊はこちら。ガンガンコミックスオンラインは毎月22日発売。ガンガンオンラインレッツコミカライズカレンダー、イエーイ。はい、さてここからはさまざまなコミカライズ作品も楽しめるガンガン GA にちなんで私たちがその月に関連したいろんなお題で一コマ漫画を披露しちゃいます。あらまが、うん、その前に、うん、一つご紹介したい情報がございます。なんでございましょう。今月から、はい、番組に新しいおコミックサービスのスポンサー様が仲間入り。よーし、やったー、いくよ。お君のスマホにエンタメアップ、アップ、漫画アップ、漫画アップ、最強漫画アプリ漫画アップ、最強漫画アプリ漫画アップ。先月紹介したスクエアエニックス全史の名作、新作100タイトル以上を基本無料で毎日配信する最強の漫画アプリ、漫画アップ、鋼の錬金術師、魔法陣ぐるぐる、犬ボクシークレットサービスや1月よりテレビアニメ放送開始のクズの本会なども配信、漫画アプリ随一の作品数、ヤングガンガンとガンガン GA でも連載中の竜王のお仕事や俺しろの連載も決定いたしました。 iOS と Android でコント配信予定の漫画アップは現在公式サイトで事前登録を受付中です。さらに漫画アップの公式ツイッターでリツイート企画も実施中。対象のツイートをリツイートするだけで最高なんと100話分が無料で読めちゃうポイントが手に入ります。ツイッターをフォローしてツイートをリツイートしてみてください。君のスマホにエンタメアップ。いやよし、さあ、はい、で、ここまでがあの今日一番大事だった漫画、はい、一番大事漫画アップ
の告知が無事済んだので、はい、いつも通りお絵かきタイムですね。行きましょうか。それではお絵かきのコーナー、はい、今月のお題を発表しましょう。あらば、今月のお題はこちらです。おクリスマスの思い出。それではお絵かきタイムスタート。いやー、どうしましょうかね、うん、できたできた、うん、じゃあ行きましょう。行こう、行くよ、せーの、どん。それ何それね、うん、何ね、何これはね、うん、小学5、6年の頃サンタクロースは、はい、多分存在しているんだろうと、はいはいはい、まだね、思っていたわけでございますよ。まあプレゼントを頼むわけじゃないですか、サンタさんに、はいはいはい、そしたらもうその夜の出来事でした、はいはい、これ親父いや親父、親父、これ親父なの、父親だよ。あ、これもしかして二段ベッドの上とか。バッて起きてしまったのよ、はいはい、目が合ってしまったわけですよ、ね、そこで現実を認識したね。お父さん、こんな何か殺しそうな目をするんですか、これ。焦ってた、焦ってた。お父さん完全に血走ってますもんね、うん、目がね、なんかやっちまったって言うのは何それ。これ、あ、でも僕もそうなんです、僕も父との思い出なんですけど、うん、クリスマスにプレゼントを買ってきてくれて、まあ、何かっていうと、まあ子供たちが、うん、まあこれ僕と姉で、うん、なんですけど、うん、これかわいいな、うん、まあ、姉困り眉なんで、よく困り眉にしてみました。あ、昔から困り眉なんで、この子供たちがゲーム買ってきてもらって喜んでるんですけど、うん、実は、うん、買ってきたよって箱を渡すんですけど、うん、プレゼントだよっつって渡してくれたのに、うん、ソフトが入ってなくて、うん、え、ないじゃん、入ってないじゃん、これ空の箱じゃんっつって言ってたら、うん、胸ポケットからそっとソフトを取り出して、うん、にやっつって笑うっていう、そういう小粋なことをしてくる父親で、その時ユーマどう思った。え、本当ふざけんなよありがとう。ふざけんなよありがとう。ふざけんなよありがとうって思いましたよ、その時は。もういや本当にはぁってなりましたね。入ってねえじゃんっつって、ね、まあ、だよね、本当に入ってないとね、入ってないと子供的には衝撃でしたけど、うん、まあそのせいでこう、まあ、こう、このコマユリマユになったのかもしれないですが、マーヤは。お父さん、あんなに手長いの。いや、ちょっと、いや、なんか久々に人の体を描いたもんで、うん、ちょバランスがわからなくなっちゃって、肩からさ、手先までが床についてんの。もうちょっとね、でもなんか味わいがあるね。本当ですか。うん、この感じいいでしょ、クラズク楽しい感じが出てるでしょ、うん、本当に、ね、お父さんもちゃんとドヤ顔してるし、ドヤ顔、ドヤ顔なんですよ、あの人は。姉は困り眉で、困り眉で、うん、ユーマだけ、ユーマふざけんな、ありがとう。いいですね、家族の話でしたね今回は。そうね、まあ、というわけで、はい、まあ、そんな12月ですが、はいはい、ガンガン GA でも楽しみなコンテンツが盛りだくさんです。お、先月コミカライズ決定をお伝えしましたが、はい、小説家になろうで話題となった、はい、中古でも恋がしたいが、おリアルのヒロインはいりませんとタイトルを変えて、お早くもヤングガンガンナンバー24より連載スタート。おー、ガンガン GA でも1月よりディレイ掲載がスタート予定です。おー、うん、その他ゴブリンスレイヤー、竜王のお仕事、超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようですや、キャバロリー、バハムート、ダンマチシリーズも連載中。小説作品ではその多く元ヤクザにて、すすめ、高め少女、高尾、空色デイズの2作品など毎週充実のラインナップでお届けしているので覗きに来てください。はい、というわけで以上、レッツコミカライズカレンダーでした。絶賛発売中のヤングガンガンコミックスは早くも累計20万部突破、話題の餌付けハートフルストーリー、ヤクモさんは餌付けがしたい2、金田一連十郎作品同時発売中、ゆうべはお楽しみでしたね3、ララララ5、プラスチック姉さんのやべえカップル、佐々木と山田のスピンオフ、めめ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 んへら1も、プラスチック姉さん10と同時発売中。ヤングガンガンコミックス最新刊絶賛発売中。ヤングガンガン、ガンガン GA チャンネルピックアップコンテンツ、さあここからはガンガン GA チャンネルがおすすめする情報を取り上げ、うん、皆様にご紹介してまいりますよ。はい、今回ご紹介する情報はこちらです。お、
ダンマチシリーズ最新情報、イエーイ。大森藤野先生原作の男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか、シリーズ累計600万部を突破しました。応援ありがとうございます。いやー素敵。はい、そんなテレビアニメ「ダンマチ」の OVA とブルーレイボックスが今月発売となっております、はい、OVA ですが大森藤野先生完全監修によるオリジナルストーリー、タイトルは「ダンジョンに温泉を求めるのは間違っているだろうか」というわけで温泉、温泉、温泉来ちゃいますか、まあ、今回はね、はい、そのテレビシリーズの最終話の続きになってる、はい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 、そこから地上に帰るまでの間に、はいはい、あのヘスティアがね、はい、ちょっと焼き餅を焼いちゃって、はいはいはい、でクツーンってやったら、はい、デルルルルルみたいな感じの音楽が鳴りような感じで壁に穴が開いちゃって、ほう、うん、でそこで竹三日月ファミリアの御琴ってやつがいるんだけど、はい、そいつが温泉マニアでこれはって言ってそんなキャラなの、まあ、その温泉に入ってちょっと疲れを癒そうっていう話、はいはい、なるほど、うん、たまたま見つけた温泉で、そう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 。へえ。だからね、結構そういったシーンを期待されてる方は、これ正直なし自信持っておすすめできますね。あ、そんなに？あのね、構図がやばい。これ誰考えたんだってぐらい。予想を超えて。予想を超えて。うわーって。このアングルちょっとやばいでしょって。なんかもうグラビアみたいな感じになってる。マジっすか？うん、僕も30本買おうかと思います。よろしくお願いします。もちろんでございます。そして、うん、なんと今回エンディングは新しい映像と音楽になるらしいので、はい、こちら皆さんが歌うヘスティアのキャラさん、君と僕の一日と、ああいいですね、うん、これがエンディングの映像で皆さん見れるわけですから、本当にです、はい、ぜひぜひ楽しんでいただきたいと思います、はい、ということで OVA のご紹介でございましたが、 OVA 単体でも発売しておりますが、うん、ブルーレイボックスには OVA もついてきます、はい、ご覧の内容になっておりますので、ね、ぜひぜひお買い求めください、はい、出てますかね、でも本当にお買い得の価格ですよこれ、はい、ワンクール入って OVA ついて、ね、オーディオコメントリーとかもついてるしね、すごい盛りだくさんですね、うん、そしてお次はテレビアニメソードオラトリアの最新情報です。はい、ダンマチの外伝作品として展開もしておりますが、本編とはまた違ったストーリー、そしてキャラクターたちを中心とした物語となっています、うん、まあ、あらすじをちょっとご紹介いたしますとですね、その美しさと強さから剣気と称され、オラリオ最強の女性剣士であるアイズ・バレンシュタイン、彼女が所属する最強派閥ロキファミリアには才能はあるけれどまだ自分に自信が持てない魔導士のレフィア、天真爛漫な性格のアマゾネスのティオナ、ティオナの双子の姉でありしっかり者のティオネなど、強くて可愛い冒険者がいっぱい。だがモンスターフィリアに出現した謎の怪物、ダンジョンの街リビラで発生した不可解な殺人事件、アイズの過去を知る赤髪のテイマー、迷宮都市に潜む巨大な闇がアイズたちの前に立ちはだかる。ダンマチ史上最強の奴らが繰り広げるダンジョンファンタジーとなっております。なるほど、うん、実は本編のベル君とヘスティア様の物語はオラリオを取り巻く一部でしかなく、うん、その大きな事件に触れているのがソードオラトリアですね。そうなんですよ、中古めもしかするとこっちが本編な感じって言ってますよ。書いてますけど。おい。あれれれれ。おいおいおい。外伝って言ってるやん。はい。こっちが本編でいいんじゃない？主人公が諦めた。まあそして中心的なキャラクターをご紹介いたしますと、はい、まずアイズ・バレンシュタイン。お。渋井。大西沙織。おお、うん。大西。うん、迷宮都市オラリオの中で最強の一角を誇る女性剣士、うん、その強さと美しさからついたあだ名は剣気、うん、償いの行為と勘違いして異性であるベルに膝枕をするなど、やや一般常識に疎い面も。なんだとチョロインか、チョロイン言うなチョロインではないよ、チョロインではない、アイズは、あれ本当ですか、うん、なんだ膝枕してもらいたいな俺もそして次はレフィア・ウィリです。お、こちら CV 木村ジュリ、あジュリーですね、ジュリー、うん、副団長リベリアの後釜として修行中の若き魔導士、先輩団員であるアイズに対して崇拝にも近い感情を抱いており、アイズとベルの秘密特区を目撃した際には周囲が引くほどの激しさで嫉妬動揺していること。なんだって、
まあ、今回はねこの多分アイズとレフィーヤっていう子がね、なかなかに物語の中枢になっていくと。続きましてティオナヒルテ、こちら CV 村川リエーションでございます。あ、リエーション、リエーションでございますよ、はい、ティオネとは双子の姉妹となるアマゾネスの冒険者でございます、はい、しっかり者の姉のティオネとは違い、うん、かなり自由でおおらかな性格、うん、落ち込んでいる合図にいち早く気づいて買い物に誘うなど親友かっこ自称として合図を見守っていると。だ結構ロッキーファミリアはほんとちゃんとしてる人間が多いから、あー、うん、ベートを除いて、そうなんですね、うん、続きましてティオネヒルテ、うん、こちらはですね、CV 高橋みなみ、高見菜、高見菜でございます、はいはい、こちらアマゾネス姉妹の姉でございますね、うん、妹のティオナよりも常に冷静で状況を見て戦闘を仕掛ける切れ者、うん、一方で思い人である団長のフィンが他の女性にアプローチされるなど自身の気に食わないことが起きると一気に暴走する危うさも備える。ほー、うん、なんか暴走するぐらいなんかこう思いの強いこう切れ者なんかそういう落ち着いた子がなんか抱えてる感じがいいですね。でもアニメの方だとその暴走する時ってまた出てないの。あ、そうなんですか、うん、だから、まあ、今回そのロキファミリアに焦点を置いた今回のオラトリアはもう結構そのそういった面も見られるってことで皆さん楽しんでいただけたらなと思っています。おー、はーい、はい、そして、こんなキャラクターたちが所属しているロキファミリア、実はとっても仲が良くガールズトークに花が咲くなど女の子同士の日常も見どころだったり、レフィーヤはアイズのことをとっても気にしていたり、ベルクに嫉妬したりしてハラハラドキドキな展開があったり、うん、ロキは相変わらずおっさん的なエロエロだったり、あらば、見どころ盛りだくさんとなっております。はい、注釈ん、本編よりすごいかも。なんだこれ本編よりすごいって、本編よりすごいかも、言い方ないだろで本編でのリンクはたまにあるようですので、うん、本編アニメをご覧の方も改めて楽しめるかもと。これじゃあ並列で見た方がいいですね、なんか始まったら改めて。そうだね、うん、これだってね、さっきもこの、はいはい、ね、ちょうどアイズとベルの秘密特区を目撃した際にって書いてあるから、うん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 、これはねもうアニメの方でもやった話だから、うんうんうん、いいですねこれは。ぜひ保管する話ね。そんな作品でございますけども、テレビアニメ最新情報です、うん、テレビアニメは2017年4月よりテレビアニメ放送開始予定でございます。はい、ソードオラトリアの原作イラスト担当の灰村清隆先生によるティザービジュアルも公開となりました。おお、ありがとうございます。イエ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 イ、うん、では皆さんに見ていただけてるかな。はい、そしてそして、うん、キャストスタッフはご覧の皆様となっております。こちらトレップに出ていますでしょうか。はい、こちらでございます。俺の名前がない、はない。まあでも出てくるからね。そうですね、うん、そうですね、かかっておりますので、はい、ただで作品のご紹介をしてまいりましたが、うん、ここからはんこんなコーナーをお送りしてまいりましょう。題してどっちが多く書けるかな、癒しのお風呂バトル。今回は OVA 旦那ちが温泉会ということにちなんで、さまざまなお風呂に関するお題が出題されます、うん、そんなお題に沿ったワードを15秒以内15秒以内、はい、こちらどっちが多く書けるかなというバトルを行いますよと、うん、これ勝った方は負けた方から癒しのマッサージを受けることができるそうです。ちゃんと癒しますよ、本当に。負けた方、分かった方、分かった。それではまずは最初のお題から、ダダンダンダダンダン、銭湯やスパにあるお風呂の種類を15秒以内にたくさん書きなさい、うん、はい、それでは答えはこちらのスケッチブックに書いてまいります。それでは準備よろしいですか、しつぐさん。いいよ、よーし、いきますよ、うん、では回答を書きましょう、よーい、スタート。え、うわ、一気に忘れた今。うわ、やべ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 、え、早くない？よし、かけたぞ。早くない？え、本当に？うん、じゃあ答えオープンしてまいりましょう、うん、せーの、ドンドン。ジャグジージャグジー、あー、ジャグジーありますね、うん、コーヒー、コーヒー、緑茶、緑茶、麦、麦、米、適当でしょいや、そういう多分お風呂あるよ、多分。いや、多分、多分じゃねえか、やっぱり。やっぱ知らねえじゃねえか、本当に。僕は、冷や風呂。
ヒノキ風呂、赤外線風呂もあるでしょ。ということはやったー、勝った、内田の勝ちです。勝ちましたのでね、吉嗣さん、すみません、先輩にこんなこと言うのは申し訳ないんですけどね、マッサージをどれがいい。まあやっぱりあの牽制じゃないですか。牽制、牽制じゃないですか。肩の中心にある首のこりや肩こりに効くツボ、身体の中心に向かって長く強く思いっきり刺激します。ここでも その辺ですね多分。あんまね、あの吉嗣さん、今ね気持ちは全然癒されてないです今現状。あ、うわ、じゃあ行くよ。はいはい、はい、はい、行きます。はい、お、あ、でも、あ、うわぁ、うわぁ、うわぁ、おぉ、うわぁ、痛い、うわぁ、うぅ、くぅ、強く長く長めに、強く、強く、うぅ、うぅ、すぐさパワーありますね。うーか、あ、あ、そう、気持ちいい、それ気持ちいい、どうだった。すげえ、このツボいた。いやでもね、これ肩こりに効くツボって書いてある。やばいっすよ。だから身体の中心に向かって長く強めに。いや、めちゃめちゃ効いてますわこれ。でも、あ、でもなんか不思議と肩軽い気がする、うん、本当なんか、なんだろう、これもう結構良くなった、なんかもう良くなった気がするさあもう一個やってみましょうか、うん、続きまして、次は温泉旅行のお土産といえば、はい、こちら15秒以内にお書きください。温泉旅行、温泉旅行ですからね、結構ね、うん、旅行にね行くかどうか、これ大事なとこですよ、うん、よし、では参りましょう、スタート。これ書いていいのかな、大丈夫かな、やばい、俺もわかんない、俺もこれ書いていいのかな、終了、え、マジで、やべえ、最後で躊躇しなかったらもう一個ぐらいかけたんだけど、いやー、俺もこれはちょっとギリギリだな、いきますよ、せーの、どん、どん、温泉卵、あ、ひよこ、あ、ひよこ、サブレ白い、どんこれちなみに僕の答えですね、春の月、かまぼこ、お茶ね、これさ、はい、あの食器のジャンル書いていけばもういいんじゃないこれなんとなく当たりそうですよね、うんうん、絶対当たりそう。どうなのこれ、どうどうどう、温泉地書いた方が勝ちおい、ということは吉嗣さんの勝ちです。マジかよ。じゃあどうします、吉嗣さん、何がいいですか。牽制かな。あ、牽制いきますか、じゃあ、うん、分かりました、牽制、肩のねツボですね、うん、怖い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 、この辺かなぁ、いきますよ、うん、なかなかですね、うん、あの吉嗣さん肩硬くて入らなかったほらそう、もう一回、うわ、なんか勝ちたくないさあ行きますよ、最後の問題でございます、最後の問題、どーん、家庭のお風呂場にあるもの、じゃあ15秒以内にお書きください、行きますよ、それではスタート。
めっちゃ書いてんじゃん。いや、行きますよ、うん、それでは、セロトーン。シャンプー、オー、リンス、イエス、歯磨き、オー、スポンジ、スポンジ、バブバブバブ、うん、いいですね。内田はシャンプー、リンス、洗顔、オーケー、風呂椅子、風呂オーケー。ちょっとオケと風呂オケって何が違うの。丁寧に説明してください。風呂オケですこれはつってちょっとなっちゃいましたけど、さあこちらどうですか。同点だから一緒にやるって今ここのスタッフ言い始めたんですけど。一緒にやるってどうやるんだ一緒に。お互いにそうめん食べさせた会話フラッシュバックしてるんだけど今。ちょっと思い出しましたね今。なんか嫌な予感はしてましたけど、服だよ絶対服だよ。いやちょっとこの中から一緒にやれそうなやつ選びますか。じゃあ何これ何これ、これ、まあ、転生ですか、うん、僕らの今回の学んだ吉田さんの肩の真ん中をね。忘れねえぞガンガンちいちゃって。お送りしてまいりましたが、で最後にですね、原作コミック情報です、今月は GA 文庫ソードオラトリア第7巻が発売となりました。コミックソードオラトリアは第6巻まで発売中となります。本編は GA 文庫第11巻まで、本編コミックは第7巻まで発売中。2017年4月15日発売予定の GA 文庫ソードオラトリア第8巻にはドラマ CD 付き限定版も登場します。予約受付中となっていますのでよろしくお願いいたします。はい、というわけで以上ガンガン GA チャンネルピックアップコンテンツのコーナーでした。温泉？水着を着れば混浴し放題です。さてはわざと小さいサイズを。とても恥ずかしいもののような気がするのですが。諸君ここは一つ温泉リゾートとしゃれ込もうじゃないか。 GA 文庫12月の最新刊は、月かけた夜血にまみれた神々が白き新人を赤く濃く染める、第8回 GA 文庫大賞奨励賞受賞作、月とウサギのフォークロア、月のない夜あるいは悩めるウサギ、人生で大切なものはみんなゲームに詰まっている、つながりたくないゲーマー系日常ラブコメスタート、瀬川くんはゲームだけしていたい、2017年4月テレビアニメ放送予定、断末外伝ソードオラトリア7、 GA 文庫は毎月15日頃発売。 GA 文庫ガンガン GA カウンセリングインフォはい、さてここからの括弧知的にと書いてあるので、はい、知的に、我々伊達眼鏡と白衣を着用しております、はい、着用でございます、ではいきますよ、はい、さてここからはカウンセリングとインフォメーションの時間です。相方がお知らせを読んでいる間にいろんなお悩み相談に乗っていきます、はい、ではまずはこんなお悩みから。あらま、何でしょう、はい、私はお掃除や片付けが苦手で気がつくとついゴミが部屋の隅っこに溜まっちゃいますと。ほう、一人暮らしだし叱ってくれる人もいないので休みの日でもついついお掃除をサボってゲームとかしちゃいます。どうすればこまめにお掃除と片付けができるようになりますかと。なるほど、うん、こちら部屋に洗濯物と段ボール箱が山積みなミオ25歳 OL の方から。まあ大変ですよね片付けってね。そうね、わかる、僕も気持ちはわかります、うん、だからなんかさ、あれ最近聞いたんだけど、なんか家でのめんどくさいことも、はい、仕事だと思ってやればできるって。あ、プライベートだと思うからできない、はい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 、なるほどなるほどって聞いた最近。なるほど、でも義務だと思っちゃえばいいですね、やらなきゃいけないものだと、うんうん、ですね。
もうお悩み答えお悩みはい、ですね、答えちゃった、ではまずは僕がお知らせを読むので、まあ、その間に、うん、まあユーマがあこれそうですよ、これ今僕が答えたやつだからユーマの答えは聞いてない、そうですね、うんうんうん、で、あのユーマの答えを、お聞かせくださいと、では行くよ、大丈夫、わかりました、わかります、はい、では今月のお知らせです。まずはガンガンオンラインの情報から。ガンガンオンライン今月の新連載は原作沖田円先生、作画西崎リーチ先生でお送りする僕は何度でも君に初めての恋をするが公開中。切なく甘酸っぱい青春ラブストーリーです。また12月5日月曜から読み切り企画フレッシュガンガンが開催中。フレッシュな作家さんたちによる珠玉の読み切り作品を公開、見逃すな。はい、さらに12月29日木曜からは年越し企画紅白キャラ合戦が開幕。紅白に分かれたガンガンオンライン作品のキャラクターたちに投票すれば抽選でサイン色紙がもらえるかも、うん、どの企画も詳細はガンガンオンラインサイトをチェックしてみてください。続きまして12月発売のオンライン単行本情報です。12月のガンガンオンラインの単行本はバラカモン待望の最新刊が登場。書道家を辞める宣言をし島に戻ってきた元イケメン書道家半田清舟。そんな半田を待ち受けていたのはうざさ100点満点の神崎康介と島を襲う記録的な寒波。大人気ハートヒートアイランドコメディ越冬の第14巻発売です。そして大人気ライトノベルのコミカライズ足立と島村第1巻が登場。足立と島村は高校1年生、大人っぽい容姿なのに人との関わりに不器用な足立、栗色に髪を染めたちょっと天然気味の島村、お互いに知っていることはそこそこで知らないことは山ほどある2人の関係が体育館の2階、2人で授業をサボる日常の中で少しずつ変わっていく物語です。さらにはツンツンした彼の本心は犬耳と尻尾でバレバレ、単行本限定エピソード40ページ以上収録した犬神くんはツンだけどバレてる第2巻、テレビアニメ放送目前のスクールガールストライカーズコミックチャンネル第4巻も登場です。他にもこちらの作品が発売となります。こちらですね、ウェイウェイウェイ、うん、はい、というわけでいいですか先生。松岡先生、ええ、知らないと思うけど今のままだとゴキブリ千匹済んだままだよ。そういう思いがあれば怠惰な私とは決別できると。できる、そういうことでございますか。このままでいいのかあなたは。なんと言ったらいいかさようでございますか。では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 、はい、続きまして私がお知らせを読みますので、その間に松岡先生がお悩みの答えを考えてくださいます。はい、わかりました、うん、こちら、我が家では猫を1匹飼っているのですが、なぜか僕にだけ全然懐いてくれないんです。毛づくろいをしたりご飯もあげたりしているのに、なぜか妹の方にばかり甘えて正直悔しいですと。どうすれば猫に懐いてもらえるのでしょうかと。こちら、今日も猫に腕を引っかかれた恭平20歳、大学生の方ですね。 猫は気まぐれだからね。気まぐれ可愛いですよ、僕も大好き猫、うん、すごく好き。じゃあ松岡先生、よろしくお願いします。わかりました。では続いてはヤングガンガンの情報をお伝えしましょう。今月で創刊12周年を迎えたヤンガンのインフォをお届け。12月発売のヤングガンガンコミックスは超豪華。大人気ガールズマージャンストーリー先の第16巻とワーキングの高津狩野先生が描く声優コメディダストボックス 2.5 の第1巻が12月24日に発売になります。先は篠の俳優第7巻、先日より第6巻、時第1巻の先シリーズ4冊同時発売。ダストボックス 2.5 はウェブ版ワーキング第5巻、俺の彼女に何か用かい第3巻とそれぞれ同時発売になります。ぜひぜひよろしくお願いします。そしてテレビアニメワーキングブルーレイ&DVD 第2巻が12月21日発売となりました。アニメ第2話第3話を収録しまして完全生産限定版の特典として2017年
4月16日日曜日開催のイベントチケット優先販売申し込み券封入です。特典ディスクとして2016年9月4日開催された先行上映会トークパート映像がついていきます。ということで今ねテロップこちらにブン、こちらから出ておりますか。はい、こちらに出ております。さあというわけで以上ヤンガンインフォメーションでした。さあ情報をお伝えしきりました。いや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 、どうですか松岡先生。できました。お、できましたか、松岡先生。では恭平さんに、こちらです。猫はガツガツしてると引いてしまいます。あら、優しく隣に座って猫が大好きな餌やれば石ころよ。ファー、そう、やっぱりね、本当これ昔の経験もあったけど、はい、自分、はい、やっぱね、こうガツガツしてると、まあ、猫の性格にもよるんだけど、はいはいはい、基本嫌がるんだよね。あー、嫌がりますね、うん、心優しき猫はなんか嫌がらないんだけど。心優しき猫、うん、まあそうですね、うん、まあ、我々が猫にガツいてしまうっていう癖がありますからね、どうしても猫に対してはね、可愛いからね。可愛いんですよ、本当に。だからもうまずはまあ、肉体的接触じゃなくて、はい、心の接触から測っていくと。あ、素敵、さすが松岡先生。だから本当こうね、猫が寝てる時ってあっても触らずに、まずはこう自然に隣に座って。あら、うん、いいですね。で起きがけの時に、はい、スッってジャーキー、ジャーキージャーキー出た、ジャーキー、うん、猫肉食ですから、うん、猫感、猫感、愛ですね。食べるか、そしたら絶対こっち向きながら、はい、って言うから。いや、なんか死にそうな声、今にも死にそうな声ですけど大丈夫ですか、ね、なるか、毒入りですかね、うん、大丈夫ですか、うん、大丈夫、あれもさすがですね、さすがガンガン GA チャンネルのグッドコップバッドコップと言われただけありますね我々、うん、ちょっと待って、そんな風に言われたの。その通りです。それだけのことあります。初めて知ったんだけど、そうです。グッドコップバッドコップ、いや、そうだったんだ。さすがの回答です。はい、ですね、じゃあ、では最後は、最後は2人でですね、はい、GA 文庫情報をお届けします。はい、今月の GA 文庫新作タイトルは2つ。お、人生で大切なものはみんなゲームに詰まっている。お皿なじみお嬢様ゲーマー、洋芸アクション好きのミコ、そして FPS 上級者の女子小学生らの登場で主人公ヨイチの静かで穏やかなゲーマーライフは侵食される一方、繋がりたくないゲーマー系日常ラブコメスタート。瀬川くんはゲームだけしていたい。無口な稲葉白の頭には柔らかそうなロップイヤーがあった、うん、ここは白のような新人と人間が共存する異世界。白のような、そんな世界でサクの家は竹と構想を繰り広げていた。月かけた夜、血にまみれた神々が白き新人を赤く濃く染める。第8回 GA 文庫大賞奨励賞受賞作、月とウサギのフォークロア、月のない夜、あるいは悩めるウサギ。その他、断末外伝ソードオラトリア7、中古でも恋がしたい8位など、ご覧の作品が発売となります。こちらでございます。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。はい、そして GA ノベルの新作が1作品、うん、小説家になろう四半期ランキング1位、 おめでとう。新たな魔王の誕生を私は歓迎する。これは味方には優しく敵対する者には冷酷な変わり者魔王の物語。魔王様の街づくり、最強のダンジョンは近代都市。その他ご覧の作品が発売となります。はい、こちらでございます。はい、ございます。はい、お次は GA 文庫メディアミックス情報です。はい、この番組でもご紹介中の竜王のお仕事とゴブリンスレイヤーが、うん、このライトノベルがすごい2017でそれぞれ文庫部門1位、文庫新作部門1位を取りました。おー、ららららら、ありがとうございます。ありがとうございます。そんな2作品の情報でございます。はい、さあまずはシリーズ累計30万部突破の竜王のお仕事、うん、先月末大阪でひなずる愛役の日高さんとシャルロット役の小倉さんが竜王のお仕事公開録音イベントを実施させていただきました、うん、いやお疲れ様です、ありがとうございま す, です、はい、そのイベント内で発表させていただきましたが、うん、竜王のお仕事ドラマ CD 第3弾の制作が決定します。おー、
はい、ユーマも出てるでしょ。はい、私主人公九頭竜大地で出演させていただいております。ありがとうございます、ありがとうございます、はい、本当に。公開録音した竜王のお仕事ラジオは1月1日に配信予定となりますので、お正月を楽しみにしていてくださいねというこの公開録音なんですけど、なんか余談によると日高さんと小倉さんはイベント後にそのままお泊まりして翌日 USJ で遊びましたって。恨めしいな、きてえな。お次はゴブリンスレイヤー情報です。来月1月にゴブリンスレイヤー4ドラマ CD 付き限定特装版がついに発売されます。私も槍使いで出演しています。槍使い、はい。ジャケットは神奈月昇先生の書き下ろし。ドラマ CD 出演はご覧の皆様となります。はい、ね、こちらでございます、はい、こちらでございます。 GA 文庫チャンネルでドラマ CD 視聴 PV も公開していますので、ぜひ聞いてみてください。最後にテレビアニメスクールガールストライカーズの情報です、ガンガン GA でもコミックチャンネルノベルチャンネルを連載していますが、テレビアニメであるスクールガールストライカーズアニメーションチャンネルは2017年1月6日より東京 MXBS11 ほかにて放送開始予定です。テレップこちらに出ておりますね、こちらですね、こちらでございます、はい、はいはい。キャストスタッフはご覧の皆様です。はい、今度こちら出てますかね。おいおい、はい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 、はい。でオープニングテーマとエンディングテーマもこの皆様で歌います。あらま、それぞれ1月25日水曜日に発売です。はい、こちらでございます、はい。アニメ情報はアニメ公式サイト公式ツイッターをチェックしてください。イエーイチェックしてください。チェックして。そしてスクストコミックノベル情報です。はい、可愛くて元気で明るくて楽しい、そんな女の子たちの魅力が盛りだくさん、スクールガールストライカーズコミックチャンネル最新第4巻は本日22日発売でーす。というわけで、さらにスクールガールストライカーズコミックチャンネル第5巻も1月27日金曜日に発売決定です、他にもスクールガールストライカーズアンソロジーチャンネル、 GA 文庫よりスクールガールストライカーズノベルチャンネル、スクールガールストライカーズノベルチャンネルフェスタが絶賛発売中となります。というわけで以上ガンガン GA インフォメーションでした。松岡と内田のガンガン GA チャンネル。松岡と内田のガンガン GA チャンネル、はい、こちらあっという間のエンディングのお時間となってしまいました。はい、はい、いやいい締めくくりになりましたね、年の。本当に、もうなんかもう俺も体すっきりしました、ウスツブさんのおかげで。あ、でも確かになんかね、すげえ肩がさっき熱いんだよね。あ、マジですか、肩が熱い、押さえたところが。そう、なんかあの、あれお灸してるみたいな感じ、ジンジンしてる。どうなってるんですか。あ、もうめちゃめちゃ流れてんじゃないですか、これもしかしたら。ウスツブさんめっちゃ効いてますよ、やりましょう、たまに、たまに集まって牽制をしましょう、じゃあ、こうやっていってお互いのスクラみたいな感じ。あ、そっか。え、次回、はい、次回ですよ。来年1月は、はい、小倉優衣さんお&日高里奈さんが担当の予定と、ま、USJ コンビがUSJ コンビUSJ コンビがいいな。いいですね、やっぱ行きたいね一回も行ったことない、ね、あ、僕もないんですよ、ちょっと本当に行こうよ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 、ロケ初ロケしようよじゃあもう終わりにする、大丈夫心残りない、なんか皆様に言うことない、皆さんに言う、ちゃんと飯食ってるかお父さん風邪ひかないように年末過ごせよまあこんな我々ですが、来年も頑張っていきますので、はい、皆様、これからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、というわけで松岡と内田のガンガン GA チャンネル、番組の相手は松岡義嗣と内田優馬でした。また来年も楽しいページめくりになりますように、はい、スワイプスワイプ。その道しる
松岡と内田のガンガン GA チャンネル。この番組はガンガン GA と漫画アップ、ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。